嵐を引き起こしたら、起きた嵐は雨を呼び、砂漠に大きな恵みをもたらします。一人一人の歌声がハーモニーを作り、多くの人の運命を変えることだってあるでしょう。その運命が変わる日は今日かもしれません。ストリートコーナーシンフォニーウィンターライブバタフライ開演です。
一番の目を務めさせていただきます、4年目同期バンドのモクシーです。本日よろしくお願いします。コーラスグループマンハッタントランスファーさんの曲をエアカペラにアレンジして歌っているバンドです。1曲目も、マンハッタントランスファーさんのドゥドゥイという曲をお送りいたしました。この曲はですね、男の人が恐怖に陥るっていうのモチーフのストーリーなんですけれども、ドゥドゥルっていう言葉何回も使うんですが、その言葉の意味が、はっきりとはしていなくて、日本語で訳すと、なんかなんだろうな、落書きをするとかいたずらに何かをするみたいな感じのふわっとした言葉で、そのふわっとした概念とか言葉にもう男の人が取りつかれて、こうどん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 恐怖に陥っていくっていうのが、こう音楽の和音の感じで表されている、すごく不思議な曲でした。で、2曲目ですね、今回私たち初めて、そうサークル入って初めてですね、スタンドマイクを使います。そう、次の曲はスパイスオブライフ、人生のスパイスっていう曲なんですけれども、一晩の思い出ですね、ディスコとかに繰り出して音楽や、なんだろう、享楽に溺れて、その思い出をこれからも人生のスパイスとして大事にしていこうみたいな感じの曲ですので、手もね足も自由ということでたくさん踊りますので、ぜひも楽しみにご覧いただければと思います。それではお聴きください、スパイスオブライフ。3曲目も、スタンドマイクを使って歌おうかなと
思っておりますが、皆さん、どうぞね、してくださいなと。大丈夫。3曲目の紹介をジェニちゃんかな。はい、3曲目の紹介させていただきます。3曲目は、作詞作曲をマンハッタントランスファーの、女性陣2人が、アレンジをした、オリジナルソングとなっています。サッシー、そうですね、サッシーという曲なんですけれども、サッシー、日本語訳に直すとジャジャウマという意味で、まあ、その人々から、まあ、サッシーと呼ばれている女の子が主人公なんですけれども、まあ、そうやって周りからお前はサッシーだとかって言われて、こう、なんだろうな、あざけられたりとかしてるんですけれども、まあ、なぜ彼女がそうサッシーなのかって言ったら、自分の中で、まあ、強く思っているものがあって、まあ、それを信じて生きている、まあ、そんなサッシーを応援してあげようといった、そんな曲となっております。はい、はい、そうですね、私たちからはもう最後の曲になるんですけれども、この後もたくさんマノさん続きますので、楽しんで帰っていただければと思います。それでは、いいですか。はい、はい、それではお聴きください、サッシー。
ありがとうございました。